北九州市立大学国際環境工学部胸、早稲田大学情報生産システム研究センター胸、九州工業大学大学院生命体、工学研究科胸、情報技術高度化センター北九州学術研究都市は、福岡県北九州市の若松区西部にある高等教育機関や研究所が集まる都市。発展が期待されるアジア諸国に近い地理的な条件を生かし、 三冠学一体となって、先端科学技術に関する教育、研究機関の集積を行い、アジアの中核的学術拠点を目指している。九州最大の工業地帯である、北九州工業地帯に位置する。北九州学術研究都市では、北九州学術研究都市連携大学院という取り組みが行われている。世界全体で起きている自動車の電子化についての、 競争に対応すべく、連携大学院にカーエレクトロニクスコースを設けている。北九州学術研究都市では、早稲田大学大学院情報生産システム研究科、北九州市立大学国際環境工学部、大学院国際環境工学研究科、九州工業大学大学院生命体、工学研究科、九州歯科大学、産業医科大学、 英国クランフィールド大学、理科学研究所の科学総合研究センター、安川電機などが連携している。北九州学術研究都市の専攻である、農情報専攻の21世紀 COE プログラム、生物とロボットが織りなす、農情報工学の世界は、中間評価で、A 評価を受けている。若松区、八幡西区にまたがる、約三十五ヘクタールを都市機構が、 区画整理事業により整備を行い、大学、研究施設のみでなく、計画人口約3500人の住宅地及び商業地の整備を一体的に進めている。国立大学法人公立大学法人学校、法人産学連携センター、共同研究開発センター情報技術高度化、センター事業化支援センター技術開発交流センター、学術情報センター、 ありがとうございます。